ぼさん、ボクシングの話良かったですね。まあ俺普通みたいなね <laughs>。汗もかいてないですよみたいなね <laughs>。いいっすね、はい。いいと思いますね。僕はね、正直ちょっと今日疲れました。だいぶちょっと巻きでやりましたね。あの、リミッター切れてますね、今。昨日の深夜からずっとな感じなんで。てかその前からか。まあ結構、ブーストきついですね。 <laughs> まあでも送られてきてるんでやりますけど。はいまあ、僕もね、ちょっと夕方はこれからあのご飯食べて、ご飯食べる予定なんで、で、その後は、あれか、あのー、音声対談とか、あのー、入ってるんで収録とか。だからちょっと夜夜,夜中になるかなと思います。 で、まぁ、あ、今回ですね、会社は学校じゃねえっていうね、あの、久保さんがスクールウォーズ2ねえかな言ってたんですけど、会社は学校じゃねえってやつが僕すごく好きで、これアメバ TV でやってたやつなんですけど、多分何回も見ましたね。今は有料なのかなこれね、めちゃめちゃ面白かったですね。会社は学校じゃねえんだよみたいなね。で、その会社は学校じゃねえんだよっていうね、そのドラマの中で、あの、僕はこれが、 すごい良い,いシーンだったなと思うんですけど、その、なんか主人公の人が、その、融資、融資を受けるためにお金貸してほしいっていうところで、ね、会社設立するからお金貸してほしいっていうところで、でそのお金貸す人が、これ食えみたいな。バーンみたいな。スパゲッティかなんかを、うん、あの、落とすんですよ。で、お前これ食えんのかみたいな。う食うんだったら、金貸してもいいぞ、みたいな。で、あの、食うんですよ。 ここ結構名シーンっすねで。プライド捨てられんのか。で、それで、しかもその貸した人が、理由が、その、友達を二人いて、二人ともそれをやったんですよ。で、それを見てあその、自分だけじゃなくて、それを信用して、なおかつ友達というかね、パートナーもそれで食ってたんですよ、確か。で、こあそれはお前は何か持ってると。だじゃあ貸してあるみたいになったんですよ。で、結構それ名シーンで、 僕はちょっと印象深かったんですけど、多くの人ってなんかね、プライドがなんかすげえあるなと思うんですよね、プライド。うん、なんかその、なんか役に立たないプライド。<laughs> その人生が変わらないプライドを持ってるっていう。まあ、こうじゃなきゃいけないとか、こう、こうだと格好悪いとか、格好いいとか、なんか、なんやろな、見てくれを気にするというか、外見を気にするというか、うーん、 だもし外見を気にするんだったら世界一目指さないといけないですから、そこできるんですかって話ですよ。だってそうじゃないですか、外を気にするんだったら。うん、だから、ね、レクサスを超えるブランドを作るんだったら、レクサスを超えていかないといけないですから、じゃそれ作れるんですかって話で。だ外を気にするんだったら、完全外を意識して、もう圧倒的にやっていかないといけないですよ。で、それができますかだけどみんな中途半端なんですよね。じゃだったら、 だったら、まあ、その、いらねえプライド捨てちゃって、やっちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから僕が変なプライドあったらこんなんできないですから。うん、いろんな動画アップロードできないですよ。うん。だから、その、あの、プラウドはいいと思うんですよね。うちから出てるなんか、そのプラウド的な部分はいいんですけど、なんかその、役に立たないプライドはいらないかなっていう。 だから結局そのスクールウォーズでも結局先生となあの不良の仲間がね、こう打ち解けるときって不良不、不良というプライドを多分捨ててると思うんですよ。一時期はその俺たち不良出せや、売りや、みたいな。お前の言うことは聞いたるか、みたいな。でもこれ熱くぶつかっていくわけじゃないですか、先生が。で、その不良の、今まで不良っていうね、この鎧をね、全部裸にしてぶつかってって、で、 生身の人間同士でこう、人間、泥沼愛みたいなね <laughs>。その人間のストーリーがスクールウォーズではね。あの、すごくいい。僕も久保さんから以前シェアされて泣きましたからね。あれ泣きますね <laughs>。あれはまあ、名映画だと思いますよ。うん。あれは良かったですね。会社は学校じゃねえも良かったですけどね。でもスクールウォーズの方が人間味臭すぎて、すごくいい感じがしましたね。 なんか会社、学校じゃねえわ。まあ、まあ、よかったんですけど、まあ次世代かなっていう。なんかやっぱね、あの味はなかなか今出せないですよね。スクールホースの多分味って今出せないと思うんですよ、ね、なかなか。あれはね、すごいなんだろうな、泥臭いというか、うーん、しつこいというか、泥しつこいって感じですかね。<laughs> わかんないですけど。<laughs> はい。ということで、あの、クソのね、役にも立たないプライドは捨てちまえって話ですね。さっさと。うん。いってらっしゃい。